皆さん、こんにちは。マネリグリビジです。では、今回はハーツオブアイアン4。アメリカ、トランプ大統領プレイの続きやっていきたいと思います。前回はですね、まあ、苦戦する中、生産ラインの見直しと手段編成の見直しを行って、対中国戦線、続きをプレイしてきたわけなんですけども、まあ、正直言ってニッチもサッチもいけないという厳しい状況が続いています。で、まずですね、生産のラインの方は見直しをさらにかけました。より、師団編成にフィットするような形で、師団編成の、まあ、中身を見ながら、生産ラインを少し調整しています。で、ここからはですね、まず補充を優先にして、更新は後回し。とにかく今足りてない装備を、前線に送り届けるというのを最優先していきましょう。あと、陣営に入ってくれる国があるようであれば、それらを招待をしておきます。ここまではね、はい、あまり大きな変化ではないと思うんですけども、今回はですね、もう中国戦線、ここは一旦現状維持に方針を変えてですね、まずは敵対するベトナム、ラオス、このあたりを先に倒してしまって、まあ、中国の動揺を誘うじゃないかと、いうような形で戦略を練っていきたいと思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。上陸されているところですね。ここは先に潰しておきたいので、軍を送って、一気に中国軍を壊滅させます。まあ、ここで少しでも手段をね、削っておきましょうかという動きですね。では、時間を進めていきましょう。であと、離島にいるですね、ハワイとかグアムにいる部隊も、もうまとめてしまって、すでに中国の海軍をね、壊滅したと言っていい状態だと思うので、これらの地域に駐屯している部隊は、一度、中国戦線の方に参戦をしてもらいます。でベトナムに対してはですね、強襲上陸をかけて、一気にですね、首都ハノイ、ここを陥落せしめるというのをちょっと考えています。ここに強襲上陸をかけていきましょう。うまくはまってくれればね、一気にベトナムを攻略できるかなと思います。で、とはいえ、中国に対してもですね、政治的な工作は行っておきましょう。まずは民主主義、このポリシーを加速化させる。あと南京あたりにね、クーデターの工作も仕掛けていきましょう。まあ、うまくはまるかどうかは未知数ですね。で、国家方針なんですけども、国家方針はですね、まあ、しばらく政治力をだいぶ使っていくことになると思うので、政治力を得られるようなものを入れていきたいと思っています。政治力がこの先入ってくるもの、ちょっと探していきましょう。ここですかね。レギュレーションを入れると、政治力プラス50入ってくるので、まずはアメリカンエコノミー、これを始めていきましょう。生き死なに中国の手段を壊滅させて、その勢いのままに強襲上陸仕掛けてもらいます。で、強襲上陸がはまればね、お話している通りベトナム、さらにはラオス、この辺りの国をね、完全に中国陣営から、まずは脱落させていこうというところになろうかと思います。これは、ブリテン goes with Europe っていうことで、まあ、これ EU に残るっていうことですかね。ちょっと中身は、時間止めた後でゆっくり、見ていきましょう。もう完全に中国戦線は膠着状態なので、これを逆に維持しておいて、その間に、ベトナムを、攻略せしめようという考えですね。
輸送船の数がちょっとだいぶダブついてきてる感じがするので、輸送船に関しては、一度生産量を調節しましょうか。で、その分、新しい海軍の艦艇を作っておきます。イスラム国はさ、入りたいの入りたくないの陣営に。なんかちょいちょい出たり入ったりしてるけどさ。で、続いて、航空ドクトリンですね。空軍のドクトリンですが、空軍のドクトリンは、この後2者択一、2つのうちから1つ選ぶ形になりそうなので、中身をですね、確認して、どっちを次のドクトリンとして採用するかっていうのを、まあ、研究のね、枠として採用するかっていうのを見ていきたいと思います。まず1つ目、スタンダードプレシジョンストライクス。これがアギリティがプラス 10% 入りますね。もう1つの方がこれ、地上支援プラス 10% 入るのか。もうこの時点でこっちだな。今、地上戦で苦戦してますからね。強襲上陸、成功してます。周辺地域の制圧を行います。これがうまくいけば、一つ次の段階にね、作戦が進められるかなと思います。まあ、ハノイまで一気にね、進軍してしまいたいなというところなので、まずはその動きを加速しましょう。よし、まずはくっついたね。中国大陸から来てる部隊、東京州上陸かけた部隊がうまくくっついてくれました。これは、まあ、予定通り嬉しい内容ですね。じゃあこのまま、部隊をハノイに向けて一気に進軍させていきましょう。こっからのスピード結構重要にね、なってきますからね。まあさすがに中国軍に比べてベトナム軍、まあこう言ってはなんですけど、脆い、弱い、まあそういう想定で進めていますから、あっさりね、ベトナムを脱落させていきたいところになります。続いての研究の枠の使い方なんですけども、まあ、戦車系、車両系、これを中心に入れていきます。であとはですね、建設系、ですけど もう軍事工場、装備品が全然足りていないという現状があるので、もう闇雲に軍事工場をとにかくどかどか建てていきます。で軍事工場がね、ある程度数が立ってきたら、今度は民地工場、インフラという順番で入れていきます。まあその前にね、当面の間はご覧のように軍事工場をひたすら建てていくので、まあ、その軍事工場の建造建設待ちということになろうかと思います。で、まあベトナムラオス戦線の方に中国軍が増援でやってくることがもしあればですね、その分中国大陸本土の方の、まあ、中国軍の展開がね、薄くなると思うので、そういう状況が見て取れたらですね、またそこから中国方面の作戦を中心を変えていくとかね、そういう柔軟な試みはしていきたいと思っています。さあまずはハノイまで一気に進軍したいね。今展開している敵の軍見ると、まあ、ベトナム軍が中心ですかね。やっぱりベトナム国内は一部他の国どっか混ざっている気配はありますけども、まああまり、まあ強力な軍ではなさそうかなという印象はあります。この国旗どこだろう。元国旗ちょっとわからないけど、個別は研究不足ですね。気になるな。
ただ軍はハノイの方に迫ってるね。ハノイを落とせれば、しかもこれアメリカの占領地になりそうなので、ここにあるハノイの航空基地、これが使えるようになりそうな感じがします。このハノイの航空基地が使えればでかいな。ハノイまで一気に進軍したい。間髪入れずに。まずはベトナム、そしてラオス、この辺りを脱落させたいですよね。おっと、一個軍が逃がしちゃってるから、これ急いで救出しましょう。貴重な装甲車両の手段なんで、これ失いたくないな。失いたくないよ。そしたら誰もいないところに行って逃げてもらいましょう。おっと、やってくれる。そうそう甘くはないな。はぐれちゃってるので、ここは一度再びつなげておきましょう。包囲される。まあ、ハノイと一応その軍港は抑えてあるので、まあ、直ちに包囲されて殲滅されるっていうことはないと思うんですけど、早めに状況を打開していかないとまずいことが起きそうな気がしますね。どうしようかな。今この状態だとやっぱりトンキンを取った方がいいのかな。余剰の部隊がいないからね、もう本当に。いれば、あるいはというところだと思うんですけど。ハノイを取った。航空基地が使える。この航空基地に、アパッチを動員しよう。で、近接航空支援を入れます。ベトナムの戦車の手段が来てるね。一つ。これを早めに排除しましょう。ちょっと手段の見直しをします。よし、ここを敵の手段まとめて壊滅できるね。敵の手段をまとめて壊滅できるチャンスなんてそうそうないので、ここはもうまとめて壊滅させましょう。では続いてですね、レギュレーションが終わったので、軍需産業の建設速度、まあ、軍需工場の建設速度がプラス 5% と、政治力の上昇値プラス 0.12 が入る、ストレンジ・ザ・フェデレール・リザーブを入れていきます。これを入れてしまって、政治力、今ね、いろいろ使っている部分あるので、これを回収していきます。手段をまとめて壊滅させる。これでベトナム軍は相当ダメージを負うはずなので、ここからさらに攻勢を強めていきましょう。
本当に大きいのがね、アメリカが自由に使える空軍基地を、まあ、東南アジアで一つ得たというのは大きな収穫だと思うので、このままね、戦っていきましょう。で、中国戦線の方は相変わらず膠着状態だな。凸凹があるのが少し気になりますね。引き込まれて殲滅されるというのはちょっとあまりよろしくないので、そこだけ注意を払っておきましょう。で、また今度はポリネシア。いや、もうこのさ、イスラム国と、合わせてこれらの国出たり入ったりするとさ、なんとかしない？いいんだけどさ、出たり入ったりする。生産のライン見ます。足りていないものが多いので、足りていないものを中心に入れていきましょう。対空砲兵関連のものが入ったと思うので、ちょっとそれをアップグレードしていきましょうか。違う。なんだろう。さっき終わったよって言ったのは何だったんでしょう。ドクトリンかな。ちゃんと読まずに、OK っておっしゃいましたけど。ミャンマーが敵についたという話だね。まあ、しょうがないよね。空軍のドクトリンもさっき入れたばっかりだし、なんだろう。何が入ったのかちょっとわかんなくなっちゃいましたが。ここは、まあ、当初の予定通り、まずタンク系を、新しいもの研究を進めていっちゃいましょう。ミャンマーが敵についたので、ミャンマーね、まあ、排除の対象ということになりそうですね。まあ、残念ながら。本当は中国軍がね、出張ってきてくれて、中国軍が分散してくれて、こちらの戦力がうまくマッチすれば、中国軍もろとも壊滅させることができるっていうね、理想的な展開もちょっと考えてはいるんですけども、なかなかそうはいかないかな。あとまたどっかで、敵をね、一気に壊滅できるチャンスを伺っていきましょう。ここ取れたらでかいんだけどなぁ、ここね。ただここを取るには、相当な戦力が必要だな。Yes, sir. まあ、中国軍のタンクもいますね、ここには。
だいぶ時間を進めてきましたが、ここでなんとタイが中国の陣営に入ってしまいましたね。まあ関係の改善、親善は行ってきたんですが、まあ、ちょっと残念な、結果となりました。まあただ戦線はうまく広げていまして、少しずつではあるんですけども、まあ拡大しつつあるという状況です。まあただここでタイがね、中国の陣営に、まあ、加わってしまったということで、また戦局が一段と厳しくなるんじゃないかなというふうに予想はしています。非常に厳しい戦いですが、なんとかね、この戦い乗り切れるように頑張っていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。